こんばんは。今日から俺は YouTuber 京都サインボクシングジムトレーナーの藤井です。火曜水曜担当の平蓮です。よろしくお願いします。はい、はいはい、今日は、ショートレンジとロングレンジの中、のフックの使い分けっていう形でやってみたいと思います。はい、まず今日もドラムミットを使いますが、ショートレンジ接近性ですねの時でフックを当てたい時っていうのは、この距離で強いパンチを打ちたいので、この時は相手に対、拳は棒を握るかのように縦の拳でここの胸の大胸筋を使って腕を水平に打ちます。でこの時軸となるのが自分のこの背骨のラインと思っていただいていいんですけれども、そこに反対の手っていうのを脇を絞った状態にこの軸と平行に持っていくことで、ここを軸にして水平に縦でフックを胸の筋肉で強く打ち抜くことができます。打ち抜きはここの肩がしっかり自分の顔面のところにまで覆うぐらいしっかり打ち抜いてもらったらいいと思います。だからこの時はあまり意識して後ろに引っ張りすぎる必要はないと思います。ここの軸に対して回転運動っていう形でいけると思います。やってみます。もちろん部屋さんついてフィッシュ、左腕ごとフィッシュ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 。はい、続いてもう少し長い距離、ここで今と同じような打ち方をするとあまり効かない打ち方で、水平でも腕が伸びきってるんで力入らないです。だからこのロングの時だったら、やあのボラードの打ち方でロングで左でもフィッシュフィッシュフィッシュ、拳は中指、人差し指の硬い部分を当てるイメージで、肘を上げてこのように打ちます。この時の体重移動は自分のちょうど、やや前の下に落とすぐらいの気持ちで、これもあまり後ろに引っ張っちゃうと全然パンチ乗っていかないんで、踏み込む時であればこの真下で、踏み込まない時であればその場でという形で打っていきたいと思います。やってみます。フィッシュ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 。これ左右でも同じで右でも同じで、右のロングでフィッシュ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 。ボラードです。ボラードです。で右のショートレンジ、右フック当てて、よし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 よ効かすことで、より引っ掛けの強いフックが力強く打てることに打てます、はい、だから筋トレとしたら、ここの前腕の筋トレなんかもしっかりしていただくと
胸の筋肉とここの前腕の筋肉鍛えることでこのフックはより強いパンチが打てるようになると思います。以上です。ナイストラード、ありがとうございました。藤田、それは何のためにやったんですか。これは強いフックを打つための、手首を鍛えるための前腕の筋肉を鍛えるトレーニングです。親指は握らんでも大丈夫なんですか。大丈夫です。縦で打ってるんで、あまり大丈夫でした。なんか意識するところは、手首をしっかりこう、手首のこの力もスナップっていうんですか、フック打つときにグッとこう引っ掛けるような気持ちでやってます。ありがとうございます。